はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで本日何をやっていくかというと、こちらですね。はい、最強の大場目案の作り方やっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ではこちらですね、ピエール・オーバメアン選手、Q バージョンからさらに、数値が伸びての登場となっております。 Q バージョンも十分アグレッシブトラップ強いオーバメアンだったんですけども、さらに数値が爆伸びして、さらにはレイン特徴ついて、さらにはフィニッシュマスター初登場となっております。めちゃくちゃ強いオーバメアンですので、ゲットされた方はさらにですね、強くなるようにしっかりと作っていけるよう、ヒント考察していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、であくまで、鳥取キングダムが思う、攻略になりますので、まあ、必ずしも正解というわけではありませんので、参考にしていただければというふうに思います。はい、ではまず行きましょう。こちらですね、オーバメアン、まあ、特徴としてこの左サイドの稲妻がついているっていうのがかなり強いですね。レイン特徴で左側の選手全員ポゼッションの人にドリブルとスピードのダイアップっていうのは付与ができると。さらにはセンターフォワードにおいてもこれが発動されるということなので、今後ですね、例えばですけど同じように左の左のウィングの選手で、同じ左のレイン特徴とかが出てもオーバメアン選手をセンターフォワードに置くことによって、左側にダブルでレイン特徴をかけることも今後可能性としては出てきたというところで、まあ、かなり今後長生きというか多分1年以上は、最強で使える選手なんじゃないかなというふうに思います。はい、さらにまあゴールハンターっていうところがついていて、シュート、ドリブル、ダイアップ、そしてなんといってもこのフィニッシュマスターが最高ですね。シュートスキルとトラップスキルの発動率が特大アップするということで、上級移籍特訓2個分が、花からついていると。これがめちゃくちゃありがたいところですね。はい、そしてなんといってもこのゲーム最強といっても間違いないこのスキル、アグレッシブトラップを持っていると。トラップが特大アップして相手ディフェンダー選手全員のスタミナが中ダウンする。これはやばいです。何回か、まあ、2、3回発動しただけで相手のディフェンダー陣がもうすっからかんになっていくというところで、まあ、かなり強いスキルになっております。はい、ではまずどういったスキルをつけていくかからお話をしていきたいというふうに思います。まず、まあ私が考えるオーバメアン最高のスキルはまずシュートを一つ乗せるのがいいかなというふうに思っております。で、なぜかというと、やはりセンターフォワードもしくはウィングだとしても最後得点源というところで、しっかりと得点を取ってほしい選手、さらにはゴールハンターでシュートがダイアップしているところ、フィニッシュマスターで初期からシュートスキルが特大アップしていることから考えても、まずシュートスキルを、しっかり積んでいくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。バーストシュート一つ積みだとちょっと心もとないですね、まあ、かなり心もとないかな、だったらまあ普通のランク A のシュート、テクニカルシュートとかでシュートがダイアップぐらいの方がまだ良かったぐらい、やはりですね、シュートが中アップ、バーストシュートっていうのは、S でもダイアップ、A で中アップっていう形で他の、シュートスキルよりも少しバフが落ちています。で、そのランク A ということなんで中アップのシュートスキルということで、まあ、シュートの能力アップとしてはちょっと弱いんですよね、まあ、ランク B に、相当するぐらいなので、バーストシュート一つだとちょっときついかなというところで、やはり S ランクのシュートを一つ乗せることをお勧めします。で、ランク S のシュート何でもいいのかっていうと、まあ、正直、なければ何でもいいです。なければ何でもいいんですけど、それぐらい必ずシュートは乗せたいところで、もし持ってるのであれば当然シュートスキル最強のブレイブシュート、ブレイブシュートちょっと見ていきましょうか。ブレイブシュート、メッシが持っている、まあ、ベンゼも持ってたかな。はい、このブレイブシュートですね。一定時間シュートとキープと精神力特大アップのこのブレイブシュート持っていれば当然これが最高ですね。これをつけていくっていうのがいいと思います。で、他にはですね、ソウルフルシュート、
ソウルフルシュート、ソウルフルシュートは誰につけたかな。はい、ということでこちらですね、モラタにつけてました。このソウルフルシュート、これも最強のシュートスキルの一つですね。シュート、精神力、スピード、特大アップ、まあこのブレイブシュート、ソウルフルシュート持ってるのであれば当然これが一番、いいかなというふうに思いますね。はい、でもし持ってないのであればスターチャレンジでも手に入ることができる、まあ比較的、無課金でも手に入ることができるこのグレースシュート、これを持っているのであればこれが一番いいかなというふうに思います。まあ理由としては一定時間シュートとトラップが特大アップするということで、オーバメヤンの特徴をしっかりと捉えたオーバメヤン専用と言ってもいいぐらいの、シュートスキルになっています。まあこのスキルが登場したのがちょうどベルカンプが登場した時にグレースシュートって登場した記憶があるんですけど、あのベルカンプがやっぱりトラップとシュートに、かなり特化した選手でしたので、まあ、それに合わせて出たシュートスキルですね。でこれがオーバメヤンにもしっかりとフィットするかなというふうに思います。シュートとトラップを一定時間アップしてくれますので、これが一定時間アップしている状態だとこのアグレッシブトラップの特大アップも二重バフになってきますし、この超速ハンターにもかかってくると。なので、まあ、もしグレースシュートを持っているのであればこれは非常に相性がいいかなというふうに思います。ブレイブシュートとかソウルフルシュートかなり強くてかなりレアで、使い勝手はいいんですけども、まあ言ってしまえばグレースシュートは誰にでもいいというわけではないですけど、ブレイブシュート、ソウルフルシュートは正直誰につけても最高のスキルです。だったらグレースシュート持ってるのであればオーバメヤにつけて、ブレイブシュート、ソウルフルシュートは他の、選手に取っておくっていうのでもいいのかなというふうに思います。はい、続いてもう一つの、スキルですね。ここ何を積むかというと、ここはドリブルスキルがいいんじゃないかなと個人的には思っています。でただですね、やはりここすごく難しいところで、オーバメヤン自体にシュートをまず乗せても S のシュートと A のシュートの2つ積みになってしまいます。でもちろんシュートスキルっていうのは発動抽選を考えると S ランク2つぐらい持ってるのが一番 ベストなんですよね。なんでもう1つをもうシュートにしてしまって SS シュートの抽選漏れて A ランクのバーストシュートっていう状況に作ってもありだとは思います。ありだとは思います。でただですね、やはりセンターフォワード、さらにウィング両方で使える、まあユーティリティなフォワードとして作成する場合はやはりウィングで使った場合は運ぶドリブルだったりっていうのがかなり有効的になってきますので、やはりドリブルが欲しくなってくる。ブースタードリブルだったりとかロングレンジドリブルだったりとかで、センターフォワードで使う場合はかわすドリブル、まあ一人かわしてもうシュート持っていくとか、トラップ発動してトラップしたら前のディフェンダーがいて、前のディフェンダーが、多分タックルスキルなど発動してきた時ですねにかわすドリブルが、自動的にさらに発動されて、それをかわしてで大チャンスに持っていくっていう風に考えると、やはり運ぶドリブル、それからかわすドリブル欲しくなってきますってなった時に、もし複合系のスパイクドリブル、それからスマッシュドリブル、これをもし持っているのであれば、この最後の一枠はスパイクドリブル、スマッシュドリブルをつけることでセンターフォワードとしてもかわすドリブルも発動するし、運ぶドリブルも発動する、ウィングで使っても同じく運ぶドリブルも発動するし、必要な時はかわすドリブルも発動するという形で、かなり、ユーティリティな感じで作成できるのかなというふうに思っています。なので、私はここにスマッシュドリブルを持ってこようと思っています。はいで、なのでもしその複合系の優秀なドリブルスキルを持っている、もしくはこの後間違いなく出てきますので、その時まで、取っておくっていうのでもありだと思います。なのでやはり、ウィングとセンターフォワードと、両方できるようにして仕事を増やすってなると、この最後の一枠を、複合系一つ、積むっていうのが一番バランスがいいのかなと個人的には思っています。でただその複合系のスキル、スマッシュドリブルもスパイクドリブルも持ってないよと、でさらに今後出てもそんな、ここにわざわざつけるほどっていう方に関してはもうシュート2つ積みにしてしまって、しっかりと得点源になってもらうっていうのでもありかなというふうに思います。
はい、であとはセンターフォワードで使うと決めてる場合であれば、複合形がないのであればもうステップドリブルとかブレイクドリブルとかにしておく。でウィングで使うのであればブースタードリブルとかロングレンジドリブルにしておく。こんな感じでいいんじゃないかなというふうに思います。なのでまあベストは複合形のドリブル、ないのであれば、シュート2つ積みにしちゃう、もしくはセンターフォワードで使うよっていう場合は、どちらか選ぶんだったらかわすドリブル、ウィングで使うんだったら運ぶドリブル、これが、僕だったらそういうふうにするかなっていう、スキルの積み方ですね。はい。で、続いては移籍特訓ですね。はい、移籍特訓は、これまだ多分できてないかな。そっかできてはないけど一応積んでるのか。はい、まず一つ目の移籍特訓はマグネットタッチ、これをおすすめします。まあ、当然なんですけども、なんといってもオーバメヤンの良さはここ超速ハンター、この超速ハンターとこのアグレッシブトラップ、アグレッシブトラップ自体はすごく強いので、強いオーナーさんはこれをたくさん配ってる場合があります。でも配ってる選手のアグレッシブトラップの発動っていうのはやはり抽選一発勝負なんですね。でも、基本で持ってるこの激レアオーバメアン、アグレッシブトラップを持ってる選手って現状でも9オーバメアン入れても3体しか登場してません。なのでこのアグレッシブトラップをご突した時に、トラップの時に発動抽選2回このアグレッシブトラップを、かけれるっていうのはもうかなり優秀なレアな選手なんですね。なのでよりそこを生かすためにマグネットタッチをつけてトラップスキルの発動率をさらに特大アップさせるっていうのがいいのかなというふうに思います。これによってもともと持っているこのフィニッシュマスターの特大アップと、ステータスアップ、何ですか、遺跡特訓でアップしたトラップスキル発動率特大アップの2つのバフでかなりトラップの発動率がぐんと伸びるので、ここはマグネットタッチがいいかなと個人的にはおすすめします。はい、で残り1枠は何にしたらいいのかっていうと、そこはさっき言ったドリブルにしてるのであればここはアンタッチャブル、まあ、まだドリブルマスターですけど、この後一過性直して、アンタッチャブルが出るまで頑張ろうかなというふうに思っています。はい、なんでここも、アンタッチャブルがおすすめ。ただ当然ですけどシュート2つ積みにした場合は当然ここは勝者の嗅覚でシュートスキルの発動率特大アップよってフィニッシュマスターと合わせてシュートとトラップ両方に特大アップを2つ乗せることができるという感じでいいかなというふうに思います。はい、でここのステータスに関して言うと、ここはですね、当然ピエール・オーバメヤンが自身でバフがかけることができるこのシュートドリブル、さらにこの左サイドの稲妻でいうドリブルスピード、ドリブルが20バフ自分で大アップここでかけてるんですよね。なんで当然ここの移籍特訓でドリブルが引ければこれとか132に自分で大のバフを2つかけてます。なんで、まあ、かなりそういったところで言うと自分でバフがかけれるシュートドリブルに寄せていく、もしくはスピードに寄せていくっていうことと、あとは使っている監督のバフで、特に最近は監督の戦術指導レベル3回とか、とにかくぐんとこのもともと持っている選手の能力値をさらに試合の中で爆盛りしていく、まあ、ゴールハンターにしてもレイン特徴にしても、あとは例えばですけど3トップの反対側にメッシを使っているのであればメッシのキャプテン特徴とかも聞いてきますし、そんな感じで自分の使っているチーム事情でどんなバフがこの選手に乗ってくるかということを見て、そのステータスを乗せるようにしましょう。でここに関しては、無課金も美課金も廃課金も、まあ、廃課金に関して言うと 200GB 使って何度も繰り返すんでよりいいものを手に入れやすいと思うんですけど、廃課金税でもこの移籍特訓の GB って結構抑えるんですよ、使わないんですよね。なんでかというと、もう使ってもこれって結局その
あのぼったくりバーってよく呼ぶんですけど、お目当てのやつってなかなか出なくて、で気づけばすごい GB が、消費されますっていうことで、やっぱりこれは結構時間をかけて何度も何度も活かせるっていうのが配課金税でも多いと思います。なんでここに関しては、無課金でも微課金でも、その課金してる人たちとの差を詰めるっていう意味でもこだわって、ここのスキルのところまで見ていくと、試合中にしっかりとバフが乗ってぐんと数値が内部的に上がってるっていうことで、相手との差をつけれるのかなというふうに思いますので、特に最近うちはここをすごく、気にして、何度も何度も移籍特訓を繰り返し行っている形ですね。はい、はい、続いて、アクセサリーですね。アクセサリーで、アクセサリーに関して言うと、これちょっと今積んでるのは違います。はい、ベストのアクセサリーあります。はい、でベストのアクセサリーは何かというと、もう間違いなくタディッチです。タディッチのアクセサリー、このネイマールにつけてるアクセサリーなんですけど、これこのタディッチのアクセサリーをつけることによって、なんとコンボ効果で根性がつくんですね。でこれすごいことができて、このタディッチのアクセサリーっていうのは左のウイング限定なんですよ。めちゃくちゃ狭い左のウィング限定のアクセサリーなんですけど、その代わりにめちゃくちゃ強い特徴の根性がつくんですね。で、本来は左のウィング1人にしかつけられないので、1試合の中でこの根性のタディッチがつけれるのは普通1人なんですよ。ところがオーバメヤンはセンターフォワードも適正ポジションの左ウィング登録なんで、なんとオーバメヤンにも根性がついて、ネイマールにも根性がつく。まあネイマールじゃなかったとしても、誰を使っててもそうですね。誰を使ってても3トップの場合は根性で持っていけるってことなんですよ。で最近のサカツクって、まあ、エラプトフィード、最近出たあのアシュリーコールのエラプトフィードですね。どこだ、こっちか。はい、このアシュリーコールのエラプトフィード、これ相手フォワード選手全員のスタミナ中ダウン、さらにはブラストタックル、今大安売りしているブラストタックル、うちはダビド・ルイスがもうとんでもなく10体以上出てくれたおかげで、もう一生困らないんじゃないかってくらいブラストタックルがたくさんあるんですけども、このブラストタックル、相手フォワード選手全員のスタミナ中ダウン、つまり現状今の流れってめちゃくちゃフォワードのスタミナ削られるんですよ。そんな中で3トップのうち2人が根性を持ってたらどうですか。これめちゃくちゃ有利に立てるんですよね。まあ当然ですね、ダイヤモンドの上位目指すようなオーナーさんはオバメヤンとかセンターフォワードで使ったとしても、まあ、おそらく前半しか使わないと思うんですよね。モラタ絶対出してくるんで、モラタかもしくはあれですね、ジョーカーのもう一人の方ですね、ってなってくると、まあまあ根性いるかっていうことはあるかもしれないですけども、言っても今の仕様だったら前半の早々に削られることもあるんで、後半に交代するとしても前半の戦いの、最後の方でやっぱりこの根性が発動してくるっていうことを考えても、やはりこのオーバメヤン、最初はですねオーバメヤンがセンターフォワード登録じゃないことで金アクセサリーがつけれないと、この間出たレアルマドリードの、うわ残念と思ったんですけど、おちょっと待てよと、これ根性2人乗せれるじゃんっていうところでめちゃくちゃ激アツだなと思ってます。なのでこのタディッチのアクセサリーをリーグ周回めちゃめちゃ頑張ってですね、取ることによってかなりこのポゼッションのフォワードは強固になるのかなというふうに思います。なんで今までのアクセサリーよりもすごく重要になってくるんじゃないかなというふうに思ってますね、このタディッチのアクセサリー。はい、スタミナが減っても能力が落ちにくいですね。これがつけれるのはすごく、魅力的ですね。3トップのうちの2人にこれがつけれるっていうのはやばいんじゃないかなというふうに思ってるので、今はですね、ワールドツアー回らないといけないんで、ワールドツアー回ってますけども、終わったら、とにかくこのタディッチを取りにリーグ周回しに行こうかなと
というふうに思っております。はい、ちなみにタディッチのこのアクセサリーはどこで手に入るかというと、オランダリーグですね。オランダリーグのアムステルダム FC と戦っていくときにタディッチのアクセサリーが、まあ、一定確率で落ちていきますので、まあなるべく、これからはこのオランダリーグの周回を頑張っていこうかなというふうに思っています。はい、ということで、こんな感じで、最高のオーバメヤンの作り方以上となります。はい、まああくまで、独断と偏見といいますか、私の個人的な意見でありますので、まあ、参考にしていただいて、自分なりのオーバメヤンを作っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、であとはですね、まあ、一応ですね、オーバメヤン、パーテイ、ルイス、あとはウィリアンか。ここに関してはもうごとつしていて、アシュリー・コールも、まあ、ごとつ、今ちょっと、アイテム待ちの状態ですね。なんですけど、まあ、残りの4体に関してはいつも通りですね、メンバーシップの方には動画用意して、攻略、解説していこうというふうに思います。特に、今回に関してはダビド・ルイスとアシュリー・コールのところ、ここに関してはちょっといろいろと複雑なことをお伝えしていきたいなと思います。ただこれはもう完全にロッドリキングダム調べというふうになりますので、まあ、メンバーシップの方限定ですけども、いろいろとお伝えしていきますので、ちょっと待っていただければなというふうに思います。あとですね、マルテタ監督、やっと今ちょっと連携も真っ赤になりました。あとはアシュリーコールをごとつ待ちなんですけど、ごとつして、あとは一石特訓ちゃんとして、アクセサリーまだ載せてないんで、アクセサリー載せて、まあ、そうすると24万5000ぐらい、まあ、1.25 万ぐらいかなのマルテタがまあできるかなというところで、やっと赤くなったので、ここからですね、マルテタとドゥッカどっちが強いのか、あとはどっちがどういう相手に対してマウントが取れるのかとか、まあ、そういったのをちょっと検証を始めていきます。でそれも、動画どっちになるか分かりませんけども、ちょっとあまりにもこうなんか独断が強すぎたら多分メンバーシップの方になると思いますし、まあ、SWCC が近いので、熟成向けに出して、みんなでまた盛り上がっていければなとも思ってますので、今からちょっとマルテタとドゥッカの検証を、しっかりとやっていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録していただけると動画作りの励みになります。コメントもぜひお待ちしております。ということで、ではまた。